いやー、しかしね、懐かしい名前が並んでますね。本当ですね。まあ、こういった試合ですからね、21個のアウトの中で何点取るか、こういった感覚でお伝えしていきたいと思います。はい。USAのトップはロイ・ホワイト。ああ、ロイ・ホワイト。巨人に入団したのはもう13年ぐらい前になりますかね。はい。ん？あいつは、球界らしいんじゃない。ねえ、スピードを。いやー、しかし名門ヤンキー。ね、なんといってもキャリアはナンバーワンですから。みんなも一目置いているんですよ。そうそう、ね、はい、ね、はい、ここで名球会のピッチャーは金田さんが小山さんに。おお、変わるの。はい、それだけ、うん、あ、これはね、天覧試合ですよ。小山から打ってましてね、その後もらえますよね。うん、小山さんってすごくコントロールのピッチャーです。そうですね、針の穴を通すと言われて、特に体格特急、これがもう抜群ですかね。ところがね、入んないんですよ、ストライクが。何で当たった上司になる。はい。ライオンまで嫌いのか。ジャイアンツに入ってね、信用全部ね、取らなきゃいけなかったね、取らなきゃいけないけどね。じゃあ、金さんも小山さんも、昔のフォームと比べてどうですか。この変化っていうのはね、全く変わりませんね。チームが変わってね、それから打球の勢いが衰えてますけどね。今打ったのが、強かった。強かったになるのもよくわかる。よく知ってます。とてもですよね。うん。まあ、日本で安定ですかね。さあ、トマティも手が滑れました。あれ？もう交代？もう、もう、お疲れですから、一人で。ああ、梶本がマウンドでバースターボックス。米田梶本ですね。阪神ブレーブスのね、やはり黄金時代を伝えた。そして、下がった。いや、名人とかね、職人って言われたらこういうね、エラーも派手なんですよね。うん。そして、スピンホームイン。先生が先生です。あ、ちょっと裏悪いね。職人技を出しました。いや、芸術でもちょくちょくやりましたからね。この絵はちょっとカットしておいてください。これは選手に見せられません。そうですね。羽田にね、あまり文句言えなくなりますから。こういうのは絶対カットしないんですね。すみませんね。お、ゼロの効果。いいですね。あ、とっても人気だったんですよ。こちらがお兄さん。そうなんですよね。弟のレオンさんは、今回も残念ながら日本にたどり着かなかったんです。あ、そうですか。連絡がすみませんね、残念でした。エドン・リー。はい。本当に穏やかなバッティングでね、もう必ず3割を打てばいいですね。素晴らしいバッティングです。受け入れない、ロマチューさんからホームイン。初めてですね、もうファンが多かったし、熊が速かったしね、本当にジョアン・ソウルの代表的な存在ですよ。これは誰だったのかな。クリーンヒットかな。ね、チームですね。あ、ところで今見逃しちゃいましたけど、見ました大島さん。いや、あ、タイトが持ってるのあれ大島？そう。現役の選手じゃない。ただ一人の現役選手だったのに。でも、これは。あとでね、怖いですね。怖い、全員大騒ぎですよ。そして、ポンチか。